注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。インコースへの変化球、ストライクです。はい、3球目、ベース狙い、インコースに攻めてきました。一塁牽制、セーフ。一塁牽制、一塁はセーフ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。一塁牽制、セーフ。三塁牽制、三塁はセーフ。初球はストライク、ストレートが決まっています。三塁牽制、三塁タッチもセーフ。あっと入らない。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。打ちました、破りました、センター前、三塁へ送球。サードランナーホーム。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそう。際どいが一塁はセーフ。ここはゲッツーとはいきません。一塁牽制、一塁はセーフ。走ってきた、キャッチャー二塁送球、タッチアウト、盗塁失敗。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の千賀。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは近藤。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。
痛烈な打球、切れていきます、ファウル。さあ2球目は何か、落ちるボール空振り、あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか、三振です。まず1つアウトを取りました。バッターは2番に入っている中川、千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ライト方向を流します。一二塁間を破る、同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は3番岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は見てきました。初球からツーシームを投げてきましたね。もうちょっと低くいきたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか、一塁牽制セーフ。また牽制、一塁はセーフ。次が2球目、2球目打ちました、取った、2塁を送ります。2塁アウト、アウト、ダブルプレイ。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は5番ソト。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。まず何を投げてくるか、ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか、打ちました、センターに抜けました。先頭バッター出ました、ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。6番バッター岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか、初球手を出してきません。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。これが2球目、2球目打ちました、ショートうまくさばいてセカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは7番に入っているオースティン。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。この回のジャイアンツ打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。高め大きく外れました。ボール先行です。打ちました、大きな打球になった、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には坂本が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですね。いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。走ってきた、キャッチャー送球して三塁タッチアウト、盗塁失敗、これでスリーアウト。2回
ジャイアンツ最後の攻撃になります。栗山が打席に入ります。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。これは大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。このボール2ストライクです。流しました。これはサードライナー。バッターボックスには5番吉川。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには指名打者の浅村、2アウトになっています。この回の千賀4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。バントしました。打ち上げてしまいます。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。